おはようございます。特別セミナー前に短くキャンプの証しをさせていただきます。シルバーウィークの21日から3日間、諫早の聖書自然の世でのキャンプに参加させてもらいました。今年のキャンプは弓を引くですか、弓を取るですか、そういう武器を身につけましょうということが狙いだったと思うんですけれども、私のイメージとしては教会キャンプというのはですね、優しさに満ち溢れてはいるんですけど、ちょっと野暮ったいというかですね、古臭い、そういうイメージを個人的に思ったんですけれども、今年はですね初日から、ブログセミナーと、あとミュージックセミナー、それから2日目もミュージックビデオの制作、それからスカイプセミナーとですね、IT 企業の情報セミナー並みのコース設定がございまして、一応 IT 戦士の私なんですけれども、実はガラケーしか持ってなくてですね、コースのほとんどに参加できないという試練なキャンプを過ごさせていただきまして、でもどんな環境に与えられてもめげない性分ですので、その中で与えられた環境の中で、自分なりにですね、美味しいところだけ取らせていただきました。で、2日目ですね、九州地区の各地から集ってオーケストラの練習と、あとクワイアの練習をさせていただきました。普段の練習ではなかなか通した練習というのができないものですから、せいぜい30分とか1時間ぐらいしかしてなかったものですから、初めて3時間ぶっ通しで、朝から昼まで、クワイアは2時までだから4時間になりますかね、初めてこのような長時間通して練習することができました。で、個人的になりますけれども、おまけとしてその後コスモス高原というところに行ったんですけれども、ちょうど宮崎教会のオレンジチームのミュージックビデオ制作をやってて、それに応援参加させていただいて、しっかりオレンジチームのコンサートではバックコーラスにいつの間にか入っているという美味しいとこ取りさせていただきました。感謝いたします。あと、個人的な感想ありますけれども、今年は長女が帰ってきてましたので、久しぶりに家族2人じゃなくて3人で参加させていただいたことを感謝しています。感謝します。で、キャンプの成果として今日は課題曲のイエスをですね、キャンプの披露の場であまりうまくいかなかったものですから、仕上がったところを改めてお見せしたいと思います。オーケストラとあとクワイアチームで、課題曲メシアを賛美させていただきます。感謝します。あなたの名
私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。君に